ネットゲーバーニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。バジ文化応援アイドル桜花の奇跡の成瀬琴です。それでは8月3日最初のニュースです。クイーンステークスレッドアネモス重賞初 V。 昨日2日に札幌競馬場で行われた第68回クイーンステークスでは、吉田隼人騎手騎乗のレッドアネモスが勝利しました。11番人気という低評価でしたが、力強い末足で馬群から抜け出し重賞初制覇を飾りました。2着にビーチサンバが続き、ともみち厩舎のワンツーフィニッシュとなりました。昨年の2着馬で1番人気に押されたスカーレットカラーは3着に終わりました。道中は中段のインでロスなく進み、直線に向くとエンジン全開。一瞬前が壁になりそうでしたが、狭い馬群の間をこじ開け、ぐいぐいと足を伸ばして歓喜のゴールに飛び込みました。勝ちタイムは1分45秒9です。吉田隼人騎手は、敏感なところがある馬なので馬込みがどうかと思ったけど、1枠だったので枠なりの競馬を、狭いところを何とかこじ開けてくれましたねと笑顔で振り返りました。圧倒驚く勝負根性でタイトルを手中に収めたレッドアネモス、ブリーダーズゴールドカップにも登録をしていましたが、この勝利で白紙撤回。走らなければダートと思っていたのですが、結果を出してくれたので今後は芝路線ですね、放牧に出してから考えますと、友道氏は嬉しい誤算に表情を緩めました。北の大地で充実ぶりを見せつけたニューヒロイン、さらなる大輪の花を咲かせるべく秋には次なるステージへ挑みます。私もクイーンステークスの馬券を購入させていただいたのですが、ビーチサンバスカーレットカラーのワイドを的中させることができました。最後の直線では手に汗を握るレースとなりました。勝利したレッドアネモス、おめでとうございます。続いてのニュースです。 JRA 秋季競馬番組が決定。 JRA は2日2020年度の秋季競馬番組が決定したことを発表しました。京都競馬場整備工事に伴い、関西圏では開催場が一部振り替えになります。9月12日から10月4日にかけて第2回中京競馬、10月10日から11月1日にかけて第4回京都競馬、11月7日から11月29日にかけて第5回阪神競馬が行われます。これに伴って中京開催となるのがセントールステークス、ローズステークス、神戸新聞杯、シリウスステークスなどです。阪神開催となるのがデイリー杯、2歳ステークス、エリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップ、京都2歳ステークスなどになります。10月24日に東京競馬場で行われる富士ステークスは、マイルチャンピオンシップの前哨戦としての位置づけを明確にするため G3 から G2 に昇格します。11月29日ジャパンカップ当日の東京競馬では全12レースを実施します。第1レースは9時30分発走、最終第12レースがジャパンカップで15時40分発走となります。また JRA から発表された概要以外での新設オープン特別競争はこちらです。注目はタトレアステークスで、 JRA で2歳ダートのオープン競争が実施されるのは2003年12月27日クリスマスローズステークス以来17年ぶりです。また昨年まで7月の中京芝 1600m で実施されていた中京2歳ステークスは、今年は12月19日に中京芝 1200m で実施される予定です。同月に中山芝 1200m で実施されてきたクリスマスローズステークスは今年は実施されません。夏競馬の熱気もまだ冷めませんが、秋競馬の方も今から楽しみですね。最後のニュースです。今週の注目レース、今週の注目レースは日曜日に札幌競馬場で行われるエルムステークス、新潟競馬場で行われるレパードステークスです。エルムステークスには昨年のマイルチャンピオンシップ南部杯2着馬アルプトス、アンタレスステークス優勝のウェスタールンド、マリンステークス勝ちのタイムフライデーなどが参戦予定です。レパードステークスにはユニコーンステークス2着馬デュードバン、初ダートの西脇特別で快勝したラインベック、
4戦3勝2着1回のブランクチェックなどが出走予定です。未来のダート界を担うのは一体どの馬なのでしょうか。皆さん一緒に今週の競馬を楽しみましょう。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。